2017年8月の31日、0時38分です。よろしくお願いします。8月最後です。お疲れ様です。お疲れ様。はい、ルピカこんばんは。ワード2。はい、お疲れ、ザーチン。お疲れ様です。お疲れっす。あ、テロップね。はいはい。はい、お疲れ。あ、コクリンいらっしゃい。疲れるわ。はい、ヤックン風船ありがとう。マキルワード2。お疲れ。太った？そう。太ったかな？太ったように見える？どうなんだろう。太ったかな？はい、ペイワードツ、お疲れ。いや、大変だね、本当にね。はい、センさんいらっしゃい。お疲れ。こんばんは。ちょっと何言ってるか分かんないけど、コクリンが何を言ってるのかよく分かんないわ。ちょっと専門何言ってるか分かんないけど、こんばんは。そんな時はさんいらっしゃい。まあ、なんか知んないけどフォロワーが40人減ってるんだけど、どうしたらいいの？フォロワーが40人減ってるんだけど、ワカメさん一応うち宣伝禁止だからよろしくね。プロフィール欄読んどいて。何言ってるか分かんないけど、ただ謎なのがフォロワーが40人減ったんだよね。なんでなんだろうね。なんでか知んないけどフォロワーが激減したんだよね。なんでだろうな。こんな人フォローした覚えねえぞってなったのかな。残念だよね。にゃおいらっしゃい。フォロワーが減ったんだよね。なんだろうね。タイムパラドックスでも起こったのかな。え？偽物ねえ、なんでか知んないけどね。シビアな世界だよ。さっきのっていうのがちょっとよくわかんないかな。こんばんは、ヤノラッキー、お疲れ。ちょっとよくわかんないことが多すぎるよね。パニックを起こしてる。謎の現象が起きてる。ああ、今日も最後か。今日最後の放送だね。早いな。いや、僕は和道ですね。シャイニーとかよくわかんないですけど、僕は和道ですね。眠い。父さんのビーフストロガノフ食べるって言ってた。よくわかんないよ。寝ぼけてんじゃないの。
異国の人がフワッチン来てた。ちょっとよくわかんないですね。身に覚えがないです。全く何を言ってるのか全然わからない。あ、海保いらっしゃい、お疲れ。コーヒー、のんちゃんコーヒー買ってきて。コーヒー切れた。いい。ずいぶん疲弊してるよね。なんか疲れてるね。ドレさん入院ってコメントあったけど、ツイート見る限りは一応元気そうだ。何、入院したの？ドレさん、なんで体調悪かったの？稼いでんのにね、なんで入院なんだろう。ドレさんもなんか買っておいで。ブレないでほしいって。だってさ、ブレなきゃ花火上がんねえんだからブレない、ブレた方が花火上がるんだから。現実でしょ、現実。うん、いや、すぐ近くだから大丈夫だよ。ねえ、ドレさんが入院ってなんだろうね。全然わかんないけど、なんかあったのかな。こんばんは、夫婦マン、お疲れ。はい、わざつゆうきさんいらっしゃい。リスナー激減問題どうにかしないとな、本当に。はい、ワード2、サボルノスキーいらっしゃいほら、サボちゃんいらっしゃい。はい、マンピーワード2、うん、点滴ツイート。熱中症、まあ年だかんな、ドルさんもね、うん、マイクの距離とリスナーの距離は反比例。あー、面白いな。漆黒系のコメントの打ち方としては、シャイニー様にとりあえず乗っとけばよいですかね。あのね、その方法、要はね、俺の放送全般に言えることなんだけど、乗っかり方がわからないときはそっとじだよね。これはいけるって確信があるときだけ乗っかるのが一番楽しいと思うよ。で、俺から基本的に言えることは全部乗っかれだよ。うん。作戦はガンガン行こうぜ。呪文使うなとかないから、みんな頑張れとかない、ガンガン行こうぜだね、基本的に。いい、ありがた。そう、もし乗り方が分かんない時は事態で、乗り方が分からなくても乗っかってみるっていう、 それが和道の放送だよね。うん、そう、乗っかっていかないとダメ。正解は君の中に、君たちの中に正解は常にある。
突っ込まない方がいいっていうかね、俺の放送の楽しみ方はね、結構上級者向けだから、上級リスナーしかね、俺の放送の楽しみ方わかんない。一度ハマると面白くなる。全力で乗っかっていくスタイルだから。点滴打ったんだ、ドレさそう、リンクしていくんだ。 そう、全力で乗っかる。で、乗っかれない時はちょっとこってりすぎてるなって思ってたら辞退をするっていう。でもまあ放送が気になるってことは乗っかった方がいい。それが和道リスナーの宿命だから乗っかれるもんは乗っかるんだよ。もう8月も終わりか。なんか8月苦しかったな。痛烈の戦い。いいんだよ、もうやらしときゃ。まだ早えよ。俺にはまだ早い。早いね。1年ってあっという間だからね。一生なんてもうすぐ終わっちゃうよ、本当に。本当にすぐ終わっちゃう。あっという間だよね。おい、ひかりちゃんいらっしゃい、和道だよ。本家初めて聞いたんだけど、会話らしい会話してないのね。どういうこと？ 会話らしい会話って何よ。普通に放送やってるよ。あと30年か。配信者で、4年って短いからね、キャリア。5年か。5年目入ったんだけど、すげえ短いからね、若手だからね、若手とも言わないけど。え、あ、どうもどうも、ヘタレ、いらっしゃい。音楽好きだった。厳選してるからね、俺は音楽を。てか、どれさん、俺フォローつうかリストに入れてねえな。どれ外しちゃったのか、リストから。どれの大丈夫なのかな。いや、俺は大手なのかな？どうなんだろう？ふわっちでは大手っていう声結構あるけど、どうなんだろうね。あんまりでも大手かどうかって気にしてないよ。っていうか、あれじゃん。ドレさん、普通に俺の放送見てんじゃん。ドレさん、俺の放送見てんじゃん。ダークナイト、なんでもなんでも迷走しすぎやろう。いいね押しとこうか。いいね。見てんじゃん、ドルさん。監修じゃん。監視されてる。監視。リツイートしよう、もう。リツイートしよう。ドレスターク将軍。ドレスターク将軍監視してたわ。やっぱり気になるんだろう。よいしょ。俺の放送って言ってる。いや、だからまあよくわかんないけど。音楽って何ですか？スムースフリクションっていう曲だね。本当だ、点滴打ってる。今日の別枠で和道の名前が暗黒なんちゃらに変わったってデマが流れた。そ
そうなの。ノアタズがリスナーと会話してないってこと。花火ありがとう。バチバチ。なんだろうね。もう花火ありがとうだけで成立する放送ってすごいよね。すごいよね。ゴーストのロールスロイス好きだね。ファントムとかゴーストとかあるんだけど、俺はゴーストっていうのが乗りたい車だね。ゴースト。おはようヒトラーさん、おはようございます。ヘタルモンスターさん、お疲れ様です。エクスカリバーよりネクロマンサーの方が漆黒っぽいですか。そうだね、そうだね。なんかそういう用語集みたいなの欲しいよね、なんかサイトにね。なんかもう発言にカンペ集みたいなの欲しくない？なんか設定集みたいな。もうそのサイトのなんかバーって見ておけば、なんかとりあえず物語は作れるみたいな。ブラックライトの時の BGM なんだろう、わかんない。なんかストックしてあるんだよね、いっぱい。ラズベリーとエスカルゴの風流詩、なんかそのバンドマンだった頃にすげえそのライブハウスの PA さんに可愛がってもらってて、俺がいくつぐらいだろうな、17ぐらいの頃、17、18ぐらいの頃に出入りしてたライブハウスがあって、そこの先輩がこういうノリで遊ぶんだよ。なんかいきなりコントを始めるの。いきなりなんかのコントを始めて、で楽屋で飲んでる時みんな全力で乗っかるのね。なんかいきなりガンダムのパイロットになったりとか、中世ヨーロッパになったりとか、軍人になったりとか、なんか王様になったりとか、一人で急にコントを仕切り出すの。いきなり仕掛けて全員が乗っかってっていう、そういう遊びをずっとやってたんだよね、そう。どれだけその世界に入れるかっていう遊びなのこれは。だから、いや全然いいよ。だからその楽しいのよ。劇団ごっこみたいなさ。でもなんかそういう遊びやらないよね、今の子たちね。よくやってたよ、こんなガンダムは嫌だとか、眠たいのって感謝いらっしゃい、なんかその遊びに夢中になる。妄想ごっこやるじゃん、男の子って。人形と人形を持ってガシャンガシャンって。そう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 。な、あの子供がやってる時、本気でやってるわけでしょ。何々ライダーだーとか。あれを字でやるっていう遊びがある。絶対ね、俺思ったんだけど、これ解放がいた方が面白いね。解放は結構こういうノリ対応できる方だから。そう、妄想ごっこだ。そう、ミコロクとか乗っかるの早かったよね。マキルも結構ありかし乗っかるの早めだと。ワドリスナー古い人はね、ノリを分かってるからね。イケボ勢って花火すごいんだな。だってイケボ勢っていうか添い寝系がもうトップ3占めてるな。トップの上位ってイケボ系じゃん。だから顔出さない方が正義なんだと思うよ。花火上がりやすいんだと思うよ。そのイラストで、そのなんて言うんだろう、こう妄想をかきたてるっていうかさ。だから本当はね、エヒさんがいればね、お願いしてさ、あのイケボ勢に乗っかってもっとこの設定煮詰めていったら面白いんだと思うけど。なんだろう、ふわっちからできた新しい文化だよね。雑談とか顔出しよりもそっちの方が稼げるって。
はい、こんばんは。S2 さんいらっしゃい。誰がつけたんだよな、漆黒の騎士ってなんだよな。 リスナーがなんか急に言い始めたんだよ。漆黒の騎士で行こうっつって。サボちゃん、サボるの好き。和道さんが一さんに今更頼んでも笑ってしまうよ。まあホストだよね。ホストだけど、その顔を出さない方が売れるっていうのが面白いんだよね、俺の中では。すげえなと思ってて。やっぱり女性ってそのセリフであったり文章でオナニーするって言われてんだけど、男の人って小説読まないじゃん、恋愛小説とか。女の人なんだよね。多分ね、俺の放送、ドレさんは多分今日話題にしてくれると思うよ。ドレさんが好きそうなネタでしょ。ドレスキー、なんだっけ、ドレスキー将軍だっけ、なんだっけ。ドレスターク将軍がね、多分今日話題に出してくれるよ。ドレスターク将軍。まあ、しかし8月苦しかったな。来月楽になるといいんだけどな。もうわかんねえよ、放送。本当に厳しい。どうやって持ってったらいいんだろう。どうやって持っていくべきなんだろうな。ふわっち来てから順調だったかな。何の悩みもなかったけど、捨て頃終わりからなんかやっぱ期待値が上がってる。なんかね、その自分がやれる範囲とリスナーさんが期待してることってすごくバランス大事なのよ。で、今までふわっちは期待値がそんなになかったの、正直言うと。むしろその期待を下げてくれるっていうか、ゆっくりでいいよみたいなノリだったんだけど、だんだんね、期待値が上がってる気がして、すごいね、プレッシャーが強いよね、プレッシャーが。なんでこんなプレスかかんだみたいな。なんかすごくやりづらかった。もう一回そのフラットにしたいよね。一回冷静になりたい。そうそう、おすすめなんていうかね、もうね、変な話、ニコ生なんだよ、ぶっちゃけな話。ふわっちじゃなくてニコ生になっちゃってんだよね。それ思わない？これただのニコ生じゃねえかみたいな。ふわっちじゃないんだよね、どっからどう見ても。そのニコ生が嫌でこっち来たのに、ニコ生になってて、しかもニコ生リスナーが元に戻そうっていう感じがひしひしと伝わってくるっていうか、そのなんつうの、やっぱ昔のノリ、ニコ生時代に気づいたノリを要求されるから余計ね、テンパるんだよね。まあそれは仕方のないことなんだけど、ちょっとね、苦しいよね。なんかその期待が上がれば上がるほどやりづらくなるのってわかる？期待が上がれば上がるほどパフォーマンスが下がるんだよ。ニコ生主は面白いからな。そうなんだよね。そこにやっぱその過剰な期待でもさ、ニコ生主って必ず減らって潰れるでしょ。それって結局ね、メンタル壊れちゃうんだよ。そうなってきてるんだよね。そういうのはね、やっぱね、じゅんぐりじゅんぐり回していかないといけないと思ってて、みんなメンタルやられるでしょ、減らって。
だからね、あのノリってね、配信者に負担かけすぎなんだよね、ちょっと。リスナーが面白いの分かるんだけど、そう、なんつうの、事件を起こそう、事件を起こそうっていう流れにしか見えなくて、今。しかも、そういう時って神回って起こんないんだよね。変な理論なんだけど。絶妙に起こらないんですよ。ニコ生どんどん流れてくるのかな。いや、もう流れ切ったでしょ。みどりさんだけでしょ。ねるさんが来ると思わなかったもん、正直。りょうちゃんはどっち？音声途切れてる？FC2 とスカイプとニコ生ツイキャス。俺はふわっちを選んでるから、ふわっちかな。FC2 もやったけどね。音途切れてる？どう？大丈夫？音。ラストか。今月ダメだったな。223÷31 は。今月平均7時間か。結構やったね。7時間平均。先月と同じぐらいやってるんだ、放送自体は。いや、俺も元ニコ生主だよ。だからニコ生のことはある程度は分かるはず。ニコ生から流れていってるよね、だいぶ。多分ね、もう多様化してるから、これからね、多分ね、ジャンル分けが進むんじゃないかなと思ってる。セブンティーンはどんな感じ？セブンティーンはもうこれからのサイトで、どちらかというとインスタグラムとかに近いかもしれないね。インスタグラムのライブに近いね、客層は。ただまだまだその日本人のリスナーが少ないから、何とも言えない。これからどうなるのかっていう。うん、ねるさん来たね。いや、俺ねるさんは来ないと思ってたから、もうみどりさん大手っていうか、ね、大手だよね、完全に。もうどうなるのかなっていう。本当にすげえよな。ここまで、多分そういうところがアスペなんだろうね、本当に。みどりさんが、絶対移動しないって。俺逆に好きなところなんだけど、もうみどりさんが移動した時は本当にサイトが終わりな時だと思ってるから、ニコ生の。これでも踏ん張るってすごいよね。俺だって爆笑したもんね、ニコ生で。YouTube やらせてくださいって土下座してるみどりさん見て。すげえと思って。あれはネタじゃん。すげえ面白かったよね。俺ね、でも YouTube ライブが実は来てると思ってて、みんな YouTube ライブ始めてるんだよ、配信者裏で。表だって、そのアカウントに紐付けてやってますって言わないで。今月の和藤さん面白かったよ、いろいろ。結構、俺の中では、サボちゃんさ、結構詰め込んだつもりなの。結構詰め込んだのよ。ダメになった企画もいっぱいあるんだけど、例えば、高尾歩いたりとか、正拳突き1万回、スケボー配信、何やった？8月振り返ろうか。クッキーでしょ？まあ、クッキーはちょっと俺の中でやっぱないなと思って反省してんだけど、正拳突き、解放の掃除枠、中央線でしょ？リスワンでやったりとか、まあさ、アキラッパとかの凸とかもあったし、でもね、ちょっとやっぱ手応えなかったね。なんか反省点が多かった、今月は。変な話なんだけど、これリスナーさんを責めてるわけじゃないから、変に捉えないでほしいんだけど、噛み合ってんのかなみたいな。そうね、多分なんだけど、俺の予想なんだけど、
振り返ると、リス、捨て頃から新しいリスナーさんが来たのと、ニコ生参入で古いリスナーが来て、多分ね、その求められてるところが一回ぐちゃってなったっていうか、で、俺がどっちにも触れなかったっていうか、多分ね、ニコ生寄りに振り切った方が正解だなとは思うの。人数的なことを言ったら、その閲覧を取るとか、そういうことを考えたらニコ生っぽいノリに戻した方がいけるっていうのはあったけど、その 2,3 回試したんだけどね、やっぱ合わないんだよね。そう、ネルフワッチで別格、すごいことやってなくてもアイテム上がるってことは、ワトムもやり方を見つけたら光見えてくるかも。あのね、そこなんだよ、ラスプーチン言う通りで、俺がいつも気にしてるのは、あのネタじゃなくてキャラだっていう、ネタじゃなくてキャラっていうのはもう毎日唱えてて、結局キャラクターを作ったらもう何やっても勝ちになるので、大手さんって呼ばれてる人は特別企画なんか半年に1回でいいのよ。だからそれなんでかっていうと、キャラが生えてるからな。で、俺の場合キャラが薄いからネタをしなきゃいけないっていう。そう、だからキャラさえね、固定化してる人はみんなうまくいってんだよね。キャラなんだよ。だからそのキャラが弱いっていう、嫉妬芸やってる。あ、そうなんだ。 YouTube ライブは視聴者から桁違いだから、やっといて絶対損ないと思う。それとね、ゆでたまごさん、でかいのがふわっちの場合折半じゃん、その売り上げ。あのね、全額もらえるの、 100% 入るの。それがね、でかいんだよ。 YouTube はスーパーチャットっていう機能なんだけど、一撃5万円振り込めんの、1回のコメントに。だからもう YouTuber 桁が違うじゃん、人数が。だからもうキャスやる必要ないんだよね、 YouTuber で大手になってる人は。今まで YouTube ライブがダメだったからキャスやるっていう流れで、あの YouTube とキャスを切り分けてたじゃん。だけど YouTube ライブでそのままやっちゃえば、もうキャスをやる必要がなくなってるっていう。力を入れてるものと反比例してる。あのね、結果が、だからね、多分ね、俺が苦手な部分って、そのやりたいこととリスナーさんに求められてることにズレが大きすぎるんだと思うよ、多分。それはすごい感じるかな。俺がそのやっていきたいこととリスナーさんが求めてることにズレがありすぎるっていう。だから一回肩の力抜かないとなとは本気で思ってる。潰れる、このままだと。長い長い戦いなわけじゃん。で、一回これ休憩入れ、多分ね、ドルさんも同じこと思ってると思うよ。あの天敵打つぐらいやられてるわけよ、実際。で、ちょっと心配なのがね、結構クマとかね、顔やつれてるんだよ。タカさん、こんばんは。だからね、ドルさんも潰れるよ、このままだと。多分プレッシャー半端ないんだと思うよ。あと、そのリスナーさんとの兼ね合いだよね、リスナーさんとの距離の、そこがね、難しいんだよね。やっぱり人間だからさ、そのなんつうんだろう、人間だから減らるんだよ、やっぱ。信頼してる人だと思ってた人にこうめくられるとさ、なんかリスナーさんで普通にネタでやってる部分と本気で言ってる部分っていうのはやっぱ判断しづらいわけじゃん。で、その配信者って結構裏で、その裏っていう言い方も変だけど、考えてやってるわけじゃん。で、うまくいかない時にやっぱ叩かれるわけじゃん。そうするとね、やっぱ聞くんだよね、しょうがないことなんだけど。あ、俺も何度も経験あるけど、そこは難しいところだよな、配信者の苦悩だよな。経歴、椿さん経歴って何、ナイツキャラ、難しいよ本当に。例えばさ、和道の客層は一体何なんだっつってもよくわかんないでしょ、客層がよくわかんない、
金稼げるってプレッシャーだよな。ああ、プレッシャーだね。で、変に欲が出てくるから、やっぱり。例えばさ、その今月稼いだ分って先月より少なかったの、結局。で、俺は超悔しいのよ。例えば10万足りないので、2ヶ月連続50達成して100万いこうと思ってたのに、もう明らかに10万減っちゃったから。いや、難しいよ、サボちゃん。で、やっぱりそれは失敗なわけよ、俺の中で。で、このまま、一回山を作って下りに入っちゃったから、これを来月戻さないといけないわけでしょ。じゃないと、どんどん下がっていくの分かってるから。で、正直言うとさ、16万とかで食っていけるかもしれないけど、それってやっぱ良くないことだと思ってて。難しいよね。リスナーさんの数増えてるのに、稼ぎが上がんないっていう。フォロワーだって3500人だよ。なんかおかしいよね。NG 設定あるよ。初見さんいらっしゃい。こんばんは。もしよかったらみんなフォローしてね。いやー、やっぱ難しいよね。やっぱり配信で言われてるのさ、コアなファンをつけて、要はリスナーの数減らして、コアなガチガチの人にターゲットを絞っていくと、花火って上がりやすいっていう法則があるわけじゃん。ニコ生激戦区なりゃ稼ぐのも分散されそう。ニコ生はね、もう無理だって言われてるね。ニコ生主が言ってるぐらいだから。だってさ、これだけニコ生改良しますよってキャンペーンやってるのに、ニコ生から人が離れてるってどういうことか。冷静にニコ生で大手だった人も冷ややかな目で見てるよ、結構。もうダメだねっていう。で、なんでかっていうとさ、クリエイターツールっていうのかな？ニコニコ動画でやってたお金の配り方を採用するの。で、なんでそれがダメかっていうと、1ヶ月に1回の振り込みなのよ。2ヶ月後とかに。2ヶ月後とかに1ヶ月に振り込みなの。でも、ふわっちってその場で下ろせるんだよ、お金を。だから、お金ください、花火くださいってやって、すぐ大阪に行ったりとか、交通費に回すとかができるわけ。でも、ニコ生ってそれができないでしょ。稼げるようになったとしても、だからフットワークが軽くならないんだよね。だから、ニコ生でいくら投げ銭が入っても俺は厳しいと思ってる。ふわっちがサービスが良すぎるんだよね。ニコ生勢稼げてないのはちょっと変だよね、あんだけ閲覧持ってて。だってね、それこそワンワンとかさ、俺よりも実力あると思うよ。ワンワンとかコトカとかさ、女の子の勢で言ったら、川崎洋平だって絶対稼げてないとおかしいんだもん。NG ワードは漢字で詐欺師ですね。詐欺師です。新システムがなんかバグだらけとか言ってる。まあ、ちょっと厳しいよね。サラリーマンはどんだけ頑張っても給料上がらないこと考えたら、配信頑張れば稼ぐチャンスあるからまだいいよ。でもね、やっぱプレッシャーありますよ。プレッシャー。振り込みなんだよね、1ヶ月に1回の。そこだよね。で、ふわっちってみんな気づいてると思うけど、煽りを始めたんだよ、最近。例えば、花火が上がったら無料で延長ができますよとか、この前の金魚のやつって、セブンティーン、ね、俺のリスナーさんだったらセブンティーン見たことあると思うけど、セブンティーンみたいにさ、他の配信者と競わせてやったじゃん。要は誰々が1位取りましたよ、金魚で。ああいうのをやるっていう、柔軟さがあるのよ。多分ね、ふわっちの運営がセブンティーン見て、あ、このシステム採用しようって思ったんだと思うよ。だからふわっちのね、武器はね、ポン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 新しい、稼ぎ方っていうのを提案し続けてるんだよね。お聞きしたいことがありまして。あ、いいよいいよ、全然。なってるよ。クリスエスさん、NG ワードに見えないようになってるから大丈夫だよ。大丈夫大丈夫、それでいいよ。人の動きはあんまり影響しないもん。影響ないっていうよりも、もともとミュウツーは閲覧10人もいなかったので、ワドーって名前が出す100人とか200人とか集まる。要は俺のアンチを抱えてるだけだから、なんつうの、彼のリスナーではないわけよ。
もともと俺の反対派の人を集めてるだけだから。でも数字にとらわれてやってるだけだから、あんまり影響ないかな。金杯今月だけで110万稼いでる。いや、そんな稼いでないじゃないの。見てみようか。金杯さん。110万。90万ぐらいかな、これ。90万ぐらい、現金で言うと。ニコ生勢の楽しみ方は分かんない人には応援の仕方は分かんないかもね。そう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 。金杯さん90万だね。まあ、金杯さんは100超えて当たり前ぐらいだと思ってるけど、最近キャスが多かったかんね。手軽さをサイトに求めてる。俺実は金目的でこっちに来たわけじゃないのよ。そこがでかかった。まずニコ生に1年半やってて5000人コミュっていう、まあ中堅ぐらいの実力なんだけど、6回ぐらい作っては爆破を繰り返しての、いつも大手になれなかったのよ。まあまあ有名だけど、そこそこなんかうだつ上がんねえみたいな。5000人コミュ、フォロワーが5000人って意味なんだけど、を爆破とかを繰り返しながら6回7回作ってたのよ。でもう嫌になって、こんなん繰り返してても大手なれねえわと思って、ツイキャスに行ったの。そしたらツイキャスで目が出なかったのよ、半年間やって。で、減らってやめたのよ、配信自体をやめたの。だけどふわっちをやってみたのよ、復活して。そしたら閲覧200キープ、今みたいな状態になったの。全くそのフォロワーゼロの状態なのに200人ぐらいになって、閲覧があるから始めるっていうのが流れなの、俺の。で、さらに言ったら10日間放送して3万円もらえたんですよ、当時。で、あれってなったの。閲覧がキープできるのは俺にとって強みだったの、稼げてなかったから。でも、さらにプラス稼げるんだったらここしかないじゃんって。金から入ったわけじゃなくて、閲覧から入ってきてんだよ。ツイキャス勢はまあ強いよね、人数抱えてる母体が違うから。最近ドル、ごめんね。いやいやいや、ないっすよ。クリスエスさん、ないです。ないです、ないです。ツイッター見てみて、ドルさんの。クリスエスさん、ドルさんのツイッター見てごらん。ないよ。ないない。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。ないないない。っていうか別にそれ NG ワードで書かなくていいよ。普通に全然公開でいいよ。全く問題ない。手軽にね、できるサイトを求めてるっていうか、やっぱり配信者は人数集まってなんぼっていうのが頭の中にあるから、俺は人数でかいなと思ってるよ。ただ欲は出てきたけどね、だいぶね。やっぱりその荒野とか荒廃に抜かれてるっていう部分はあるから、絶対俺の方が面白いと思ってるんだよ。結果は違うよ。結果は彼が勝ってて、振り込まれて閲覧も多いわけだから、彼の方が勝ってるんだけど、そのあるのよ、プライドが。ちっぽけな。いろいろ試さないといけなくなるんだよ。それはあるでしょ。だって1年もやってないさ、若い子にバーンって抜かれるんだぜ。シビアな世界だよ。負けたくねえじゃん。ましてやね、今月なんかね、ネガティブキャンペーン全員に貼られたわけだからね。やりづれえ、やりづれえ。リスナーさんってさ、他枠の影響を受けるから、特にその大手さんの言葉って重いんだよ。大口花火師がいない。一応いるけどね。一応いるけど、他に比べたら、いるよ、大口。だけど、人数少ないかもね、うちは。確かに。いますよ、大口の花火師さんは。ただ、他に比べると人数は少ないっていうのはあるよね。キャスは決まった人しか見る気しない。フワちゃんあちこち見に行く。フワちゃんはね、面白いよね。聞いてるだけで胃が痛くなるでしょ。だから本当にうなされるんだよ、配信のことで。 夢で配信見るのよ、普通に。でもうわーってうなされながら起きるとか普通だよ。で、もうブッキングとかいろいろあるわけじゃん、コラボとか。で、リスナーがあんなこと言ってる、他の配信者はこんなこと言ってるってなると、あーってなるよ。だからね、よっぽどね、タフじゃないと無理だと思う、配信者やるのは。
ある程度その名前が売れてきたら。よかった。ああ、全然全然。うん。大丈夫ですよ、クリスエスさん。リスナーの心をつかむのがうまいんだろうな。だから、その、結局のところさ、もう本当にファンビジネスだからね。タバコね、アメスピのメンソールライト。だからね、もう信頼関係なんだよ。もう本当に。リスナーさんと、信頼関係。うん。それだけだと思うよ。だから、その、リスナーさん、俺がこうなりたいんだって思ってるものと、リスナーさんが、和道にこうなってもらいたいっていうのが噛み合わない限り、絶対それは起こらないんだよ。だから、求めてることと求められてることをね、調整していかないといけない。ニコ生系に変わってきたよね。最初はツイキャスが起爆剤だったんだけどね。最初はツイキャスの人のお小遣い稼ぎサイトだったんだよ。要はね、リスワン取って1万円稼ごうとか、花火もらって資金にしようって。ただそれだけだったのにメインになってきたもんね、やっぱりふわっちが。今ナンバー2サイトだと思うよ。ツイキャス、ふわっち、ニコ生の順番でしょ。ふわっちが伸びてくのはいいんだけど、ライバルが増えてくってことはね、やっぱ配信者は辛いよね。まあ、早くに始めてよかったなとは思ってるけどね。いい人たちにほんと支えられてきたから。うん。あ、全然全然。クリスエスさんありがとね。教えてくれて。もしよかったらフォローして俺の放送を見てよ。たまにでいいから。フォローしてくれるだけでいいよ。はい、風船100個ありがとう。例えばさ、もうアイテムタイムも最初は良かったんだけど、あー、ラムネ10個ありがとう。アイテムタイムも、あのね、結局のところ、新しいもんに乗っかる文化だから、そのアイテムタイムやっても花火上がんないわけじゃん。だからね、次次次って固定化じゃないんだよね。新しいもの、新しいもの、新しいものってやっていかないと、ダメになってるのが辛いよね。だからもう普通に雑談やって、普通にアイテムもらった方がいいんじゃねえかとかさ、いろいろ考えるよね。フォローありがとう。ありがとうね、アイテムもたくさん、クリスエスさん。難しいよね。難しい。でもまあ、やるしかないんだよな。結局のところさ、頭が悪いんだから、やるしかないんだよね。で、やってったら、3年後とかゆっくり変わっていくもんだと思ってるから、もう3年間泥水すするよ。うん。自分を信じて。体張るしかないんだもん。でもやっぱり、その将来不安だよ。あ、ありがとう、フォロー。クリスエスさん、よろしくね。もうね、マキルとかも古いわけじゃん、だいぶ。でね、俺のリスナー歴だけじゃなくてさ、全体的に古いわけだもんね。そうなんだよ、同じことすると飽きるんだよ。だからね、それってリスナーが悪いって話じゃないのよ。リスナーは素直なの。リスナーは素直なんだよ。多分ね、これみんな同じ配信者、みんな同じ悩み抱えてるはずなの。だからネタを探しに行かないといけないんだよね。企画を考えたりっていうかね、実はその考えた企画って滑ったりするんだよ。思いつきっていうよりも、リスナーさんからの振りに応えるのが大事なんだよね。だから実はね、そう、ニコ生やってた時に、そう、ある程度やっていくと分かったことがさ、コメントの中に実は正解って隠れてんの。自分一人で考えるよりも、200人の中で面白いやつっているんだよ。そう。だから、花火は常に待ってますよ、ひなこさん。いつも言ってるけど。うん、しつこいの嫌いだから。花火はいつも待ってます。はい。前も答えたでしょ。そうなんだよ。だから、リスナーのこのコメントを俺がやったら面白いかなっていうのにアンテナ張れるかどうかなんだよね。おう、あまねくん、久しぶり。元気？いらっしゃい。絶対隠れてんの。
面白いやつがいるんだよ。もしくは面白い考える、突発的に考えるリスナーさんっているんだよね。配信にわかなんだ、マキル。へえ。あ、知らんかったわ。難しいよ。ただ一番理想系なのはドレさんなんだよ。うなちゃんマンドレさんがすっごいいいよね。雑談やってて安定的に伸びてきてるでしょ。うまいよね。まあ、あの人雑談うめえかんな。なんだかんだ言って喋り聞けるもん。最近見なくなったとはいえ、やっぱ雑談力に関してはあるよ。ふかしだろうがなんだろうが。例えば、あの、9月に実は1個企画決まってたのよ。9月に、まだ発表はしてないんだけど、9月に1個企画決まってたんだけど、プライベートでやっぱ潰れちゃったのよ。で、俺としては力入れてたんだけど、そこがね、どうしてもやりたかったんだけどね、難しいよ。その配信業でやってるから、やりたいこといっぱいあるんだけど、その、やっぱね、一人の力でできない部分もかなりあるんだよね。1個企画潰れちゃったの。コメントセンスは悪ノリだよ。コメントセンスは悪ノリ。愛があるかどうかね。愛があったらどんなに悪口書いてもリスナーに、あの、配信者には届くんだよ。普段の付き合いで分かるの。だからいきなりその人間関係できてないところでいきなり突っ込むから配信者に嫌われちゃうの。信頼関係があれば絶対崩れない。例えばさ、その普段普通にコメントやり取りしてる人からさ、ちょっとアンチコメ書かれてもさ、フリだなってわかるからブロック入れなくて済むんだけど、捨てアカとかでやられちゃうとわかんないじゃん。バカありがとう丸さん。そう、でもね、なぜか捨てアカでやるんだよね。ブロックされるかもと思って。だからやりづらいよね、やっぱり。ティードさんこんばんは。普通にいつものアカウントでやればいいのにとは思うけど。色が難しい。天音くんバカありがとう。まだまだ仕事。花火じゃなくてごめんね。謝らないでよ。ありがとうね天音くんバカ。謝らないで。アイテムくれてる人は謝らないで。ずうずうしくなっていいんだよ。アイテムくれてる人は。アイテムくれる人ほど謝るからな。アイテムをやるっていうことはその番組のスポンサーになるってことだから、俺にとっては。ミニさんハートありがとう。楽しんでってね。そう、アイテムくれる人はもっとズーズーしくなってね、強く言っていいんだよ。こんなさ、アイテムもやらないで偉そうにしてるやつより全然マシだよ。ほんとね、アイテムくれる。瞑想気味ではないかな、カオス。手応えがないって感じ。例えばそのブーストボタンとかあんのよ。おい GK お疲れ。例えば配信者スイッチみたいなの多分これからできてくるんだよ、カオスにも。このブーストボタンみたいなのがあんのよ。そのこれ押しときゃエンジンかかるぜみたいな、トップギア入れるぜみたいな。でもなんかこうポチッと押してスカみたいな、あれみたいな、プスンプスンプスンみたいなあれあれみたいな、なんかこうなんつうんだろう、手応えがね、こうバチッとはまらない。自分で配信サイト始めるんだ、すごいね。まあまあ、会社の経営者だからね、ありな選択だと思うよ。よっさんは、よっさんファミリーがいるから、まあ、ありだと思うね。あ、うまくいくかどうかはね、わかんないけど、でも俺はかっこいいと思うかな、そういう冒険に行くっていうのは。また来てね、うん、天音くん。リスナーさんでもいるよ、配信サイトやるのが夢だからっつって、10年以内にやるからよろしくねって。その配信がやっぱり大好きで、こういう配信サイト作りたいってプレゼン結構受けるよ。 2,3 件あったかな、配信サイト作るワード来てよって。うちのリスナーさんの中でね、そういう人もいたよ。そう、配信者を食わせたいと思ってる人が多いね。あと配信サイトやりたい人はニコ生の不遇の配信者を見てるから、
だってひろゆきさんが言ってるぐらいだよ、配信者食わせたいって。配信者が食えるようになんないとダメだって。だってこんだけマーケットがでかくて、こんだけ配信者いるわけよ。で、YouTuber に負けてんだもん。固定給20万なんだよ、さ。役員報酬が20万ってこと。なんか明石家さんまの資産が100億だって書いてあったね。瞑想はしてないかな。たまーにあるのよ。たまーにあるの。ブースタースイッチを押した瞬間にガッチガチに噛み合う時が。そういう時は乗ってる時なんだよね。乗ってる時。来月の練習試合のプロの方から試合形式並みに僕のことを叩き込む。マジで？ やばいね。なんか力入れてるよね。なんかプロのランカーの人とやるんでしょ？生な分動画よりスキル必要なんだけどな。あ、でもね、やっぱ編集スキル。おお、なんだなんだなんだ、お祭り？何これ？エフェクト出ないけど。何これ？え、エフェクトバグじゃない？あ、ありがとう。お祭りありがとう。エフェクトないね。バグでしょ、これ。サボちゃんありがとう。お祭り。バグってるね。役員報酬を20万から25万で固定するのは節税のセオリーですね。まあまあまあ、100万、ね、100万とか超えない。まあ普通だよね。配信者が NG なのは犯罪したり犯罪歴があるから使いづらいんだよね、企業側としても。まあそれはそうだと思うよ。使いづらいっていうよりも、やっぱりあとあんちゃん、おー、花火ありがとう。頑張るわ。ありがとうね、その時は車でさん。ちょっと、頑張るよ、俺も。頑張ってるんだけど。頑張ってるんだけど、もうちょっとなんかこう、手応えが出るようにしたいね。花火ありがとう。お祭りもありがとう。ね。なんかね、もっと、いや、もっとできるんだけどっていう。いつも和藤さんに戻ってる。アグリーいらっしゃい。あとね、やっぱりね、橋本くんがね、その肉体系で、その、歩きまくってるから、歩く系の企画がね。やっぱ橋本くんが、橋本くんから持ってきた部分はあったから、やっぱ本家が戻ってきたっていうのは強いよね。さすが、さすがだよ、あの人。これだっていうもん作っていかないと。ねえ、みんなで一緒に頑張ろう。ふわっち来てからスランプ初めてかな。ちょっともう心の問題だからね、これは。メンタル鍛えられるよ、本当に。はい、ワドツ。9月はね、どうしようかな。若干痩せたんだよね、わかる？すごい痩せたよ。腹めちゃめちゃ引っ込んだ。運動量半端じゃない。だからもう放送ではスケボーやんないけど、プライベートで道路でやろうと思ってて、めちゃめちゃ面白いよ、スケボー。
スケボーはいい趣味になったかな。カロリーがすごい。そう、汗がすごいの。あと、なんつうの、筋肉痛っていうよりも体幹、こう、腰とかの動きとかが強くなるっていうか、バランス感覚がすごい良くなる。ドレさん配信してドレスタークって書いてました？嘘。ドレスターク将軍。ドレスターク。ドレさんの放送見てごらん。漆黒のドレスターク城へようこそって。ちょっと待って、シャイニーからって書いてきたよ、みんな。漆黒、ドレさんがかぶせてきたよ、漆黒のドレスターク城つって。しかもリスナー使ってさ、やっぱりね、ここがうまいところだね、ドレスターク城つって。あ、面白かった、今。ちゃんとサムネも用意してたね。ドレスターク将軍、漆黒の。あ、面白かった。笑ったわ。さすがに笑ったわ。体幹強くなるよね。乗っかってきたね。バッキンガム宮殿に住んでるドレスターク将軍ね。笑うよね。若き、裏若き、裏若き女子たちにね、呪文を唱える、老人。ああ、面白かったね。乗っかってきたね。ああ、笑ったわ、今のは。じゃあ、そろそろ寝るわ。みんなおやすみ。お疲れ様です。また明日放送、昼からやるんで、見に来てください。愛してるよ。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。